バンコクです。バンコク、ちょっと待って、コロナ中はもしかしたら暑いのか。このモアコートのやつが出てくからすごく便利です。暑い、ちょっと間違えました。何の考えも してこなかったんで、帰ってすれば暑いんだ。空気が違う、いいっすね、タイ。あー、すごい久しぶりだ。バックパック以来ですよね。シム、プリペイドシム買おうかな。なかなかな、かっこいい設計になってますね。ハロー、140、80ってことはいくらだろう。すげえな。本日の1本です。なかなか斬新、すごい綺麗な生地だし。おう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 おおお、180っつったら全然なのに、なかなかなメガネがあります。まだこんなにチャリンコもいるな。欧米人、よくこんなとこ寄ってくれ。タイの一晩ですね。さすがバイタケですね。どんどん攻める。攻めっぷりが半端ないな。運転手さんはメットをしっかりしてて、お客さんはメットかぶんないっていうね、この感じ。中央区みたい。なんだこれ。あー、これ普通のマンションのプールですね。すごい、これホテルのプールじゃなくてマンションのプールです。うわ、ジムもあります。マンションですね、本当。すごい。いい匂いだ。野菜か。あ、かわいい。米だ、ポメラニアン。照明屋さん。最近のタイも結構あれですね。オッケー。あ、ミキータだ。ここのミキータって来てますか。モスコット、あ、ここディータ。あ、結構セレクトショップですね、ここ。そうなんですよ。アイバンまで来てる。へえ、なんだあれ。あ、そう、服部食堂って言って、僕らもよく行くんですけど、安くて美味しいカレーとかペペロンチーノとかあって、面白いですね。え、すごい奥まったところにあるんですね、食堂が。これすごい映えてる。もうなんかセンスが結構みんないいですね。なんかラグタグみたいですね。あ、そんな感じですね。ラグタグに近いんですね。もう高級版みたいな。へー。あ、なんかセンスがいいですね。ここ近いですね。へー、なるほど。でもよくこれどうやって集めてるんですか。いや、知らない間にだいぶおしゃれですね、タイ。チェリだ。ど真ん中来ました。ど真ん中、うまそう。うわー、うまそうだね、ほんとにうまそう。高級系な。あ、こっちが高級系で、こっちが若者。クボラムとかかな。あ、スーパー。へえ。リンダファローとかやるんだ。いい記事。おお。ビクトリアベッカム。タイでも LINE が大人気ということで、カフェ。これって日本にあるんですかね。有名なスーパードライ。極度乾燥しなさい。極度乾燥しなさい。自転車
なら。こちらが大阪会員証なが一番人気があるということです。メガネもあります。サングラスの会社一、会社一、すごいねこれ。京都でも極度乾燥しなさい。あ、やっぱ書いたんだ。これホステルだって。すごいセンスいい。すごくセンスいいですね。どこがやってるんですかね。昔倉庫だった。ああ、いいいい、すげえいいセンスだなこれ。倉庫を改造したんだ。でも結構な資本持ってどこがやってるんですかね。だと思います。ねえ、あとこオーナーでもいろんな国見てるんでしょうね。すごいすごいな。Sorry for your eating. I'm sorry for this time. I mean, please enjoy it. Actually, you want to stay here one night? Do you have available room? I will. What room Taiwan? We have a clean pan, but now we bring it take for somewhere outside. 誰もいないね。え、ちょっと。すごくいい、シアター見れんだ。へえ、すごいですね。しかも誰もいないのがびっくりです。うん、30%。 OK。 Have a good night. Ah, thank you. Yes, yes. コプナカ。コプナカ。ノーシューズなんだ。ノーフードアロール。どこですかね。こっからノーシューズなんですかね。だからみんな並んでるわ。レディースジェントルマン。こっちがレディース。綺麗だし十分ですねこれ。え、十分、すごく綺麗なシャワー室だし。シャワーの設定とかありますか。あー、すごいこれなんでこんないい部屋なのに人が少ないんですかね。ちょっとこれだけ貴重品だけさっきのボックスに入れて行きましょうかね。かっこいいっすもんね、なんかね、うん、こっちはカフェなんですね、うん、はい、なんなんですかね、こんなやる人は誰なんでしょうね。ここ超いいっすよ、本当にずっと入りみたい。そうですね、ちょっとここすごくいいですよ。ワイファイとかもきっちりしてるから、なんか虫よけスプレーとかもくれるんですよ